まあ、サロンカンレイ楽しんでねちょっと英語もですね、タイ語も苦手なので日本語で少し話します。タイ公演はですね、ラストです。最後になります。ワールドツアーをかなり回っていて、ヨーロッパとかアジアとかオーストラリアとかいろんな国に行ったんですけど、今日のタイがラスト公演なので楽しんでいってくださいよ。